はい、こんばんは、レスです。四季英雄伝の続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、皆さん、待望の歴史ロマンシリーズですよ。お待たせいたしました。というわけで、2個目さんいらっしゃい。こんばんは。毎度このゲームは前回の記憶がない。まあそうですね。ただ、はっきり言うて、今日からが地獄ですね。3個目さんいらっしゃい。こんばんは。ありがとうございます。これが竜老伝ですね。ネスファクトリーオブエイ1個目さんいらっしゃい。こんばんは。終わるのを待ち遠しにはなってる。というか、スーハミめっちゃバグってましたね。これからまた寒い時期になるんで、もっとひどくなってくるでしょうけど。まあ、スーファミが温まってきたら、多分、元に戻るでしょう。ごこめさんいらっしゃい。こんばんは。ありがとうございます。おかみしゃん。さあ、行きましょうか。じゃあ、前回の続き。いや、寒いとね、ダメなんですよ。そんな話あるんかよみたいな感じなんですけどね、やっぱりその消耗品である内部のパーツがへたってきてるんで、ある程度のこう温度がないとダメなんですよね。ちょっと今でも画面ブレてますもんね、この上の方とか。あー、ブレてんな、ブレブレやな。開幕モペ。さあ、まあじゃあとりあえず良くなるまで前回のおさらいといきましょうか。まああれですね、そう、今まで共に旅してきた仲間たちと別れて、まあみんなそれぞれ自分の目標を持ったりとか、まあちょっとしたいさかいがあって、この仲間から抜けてしまったりとか、プレステやろ。まあみんなそれぞれが、それぞれの目的のために、まあ一旦バラバラになった感じですね。なんで仲間は今ネスと、メインキャラはこの豆仙人のみで、ネスはその仙人になるための修行中ですね。まあ、竜門というところを通り抜ければ、念願の仙人になれると、この牧師から聞いたんで、登竜門の語源ともなった、その竜門ですね。竜門を抜けるための準備かな。とりあえず今日は、閉店ガラガラ。待ってくださいよ。今からですよ、本番は。というわけで、前回とりあえず竜門挑んだんですけども、 あっけなく全滅というか、ネスの一人旅となるんで、ウェコツいらっしゃい。10個目さんありがとうございます。まあ僕が過去にやってて積んでデータ消えたところがその竜門なんですよね。あまりのきつさに積んで放置してる間にセーブデータが消えてしまったと。なんで一旦これその準備をするために金稼ぎとプラス、レベル上げですね。ほぼ同い年。説明文を見ると、あれですかね、やってきたゲームとかですかね。うわー、いきなり。今回もそのパターンでフェードアウト。いや、さすがにそれはちょっと
できないですね。忘れ物を取りに行くわけですから、僕はこの放送を通じて。1120別の生主と違って戦闘してる。まあそうですね、今までは隠密で来てるんですけど、まあ登竜門オール逃げで行ってもいいんですけどね、やっぱソレアとどうしても逃げられんかった時に積んでまうというか、まあでも MP 節約のためには基本逃げるやっていかんとダメですけど、まあ、逃げても経験値稼げるゲームですからね。MP ないだけ？今はちょっと MP ないですね。あ、止まりそうやな。大丈夫か。何を忘れてきた？あ、やばいやばい。いや、隠密最強なんですけど、結局ネス一人になると隠密は使えないんで、まあ、自力で二歩演歌しながら、地道に地道に行くしかないですよね。そうか、前回レベル上げて、あれやな、関与まで戻ってないんですね。一旦関与まで戻って、宿屋泊まりましょう。ブーブーちゃんさんいらっしゃい、こんばんは。ありがとうございます。で、後の秦の始皇帝である政も、関羽の、関羽の秦の秦王が、亡くなったと聞いて、政も、この関与に戻ってしまいました。ダマスカスの剣を持って落ち着いて休むことが関与。これはコメントですよ、僕が言ったわけじゃないですよ。あ、ついでにあれやねんな。ほんでわらしべイベント、まあでもあれやな、銀の切り株がどうとか、銀の切り株とあと何やったかな、なんかのあれやったんですけど、ここは真の都関陽だよ。最強の伝説の剣であるダマスカスの剣も聖に持っていかれちゃったんで、ネスの攻撃力もかなり半減しましたよね。なんでネスの装備品をちょっと揃えるのと、あとはアイテムですね。どっかの町に魔法の聖水が売ってるかどうかも調べたいところ。わかった、そうしよう。神王まだ生きてるやん。普通はあれか、戻ってくることないストーリーなんですけど、戻らざるを得ないですよね。あの登竜門の敵の強さを考えると、まあ、アイテムで隠密と同じ効果があるものがあればいいんですけど、それも売ってないんで。ちょっと道具屋行きましょう。道具屋、玉炭はあれやったかな、
玉単 MP 回復ですかね。金単、仙単、玄単はこれ毒消しなんですよね。人単はこれあれかな、別に登らなくてもいいことにする。いやダメです、ダメですよ、仙人になれないですから。ただし仙人になると、女の子の写真すらも捨てなくてはいけないという、煩悩を捨て去らなくてはいけないという恐ろしい縛りありますからね。これ玉単あれやな、 MP 回復やけど500円ってちょっと高すぎますよね。かなり厳しいものとなる。無理じゃん無理じゃん。まあ、ちょっと新兵と戦って鉄の剣もらいましょう。そんな仙人になりたくないく仙人。これもコメントですよ、僕が言ったんじゃないですよ。さあ出てこい新兵。いやいやコメントですよコメント。闇鳥これ雷撃連発来たらまずいな。逃げるか、なんとか逃げ切った。逃げ切って720ポイント、レベルは一気に上がるかな。ただ今隠密をあんまり使わないであえて来ましたけど、どうせしわ寄せが来るんで、あと空気が止まった、今のうちに生を始末しないと。21個目さんいらっしゃい、こんばんは。それでもまだこの装備できるもんが三角やったり×やったり、混合根は装備できないですね、今のレベルやと。絶好調でしょう、絶好調中畑清です。混合根ぐらいは装備できるようになっておきたい。あとはこれですね、青龍の鎧、これもまだ三角なんで、せめてこれが装備できるくらいのレベルにはなっておきたい。てか新兵が出てこんな、新兵が。そういや闇って感じはあるけど、暗闇というらしい、中国では使われる。そうこれ地獄のパズルのやつですよ、皆さん待ちに待った四季英雄伝です。26個目さん、27個目さんいらっしゃい、こんばんは、ありがとうございます。パズルありきのこの四季英雄伝。モペ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 、やばいやばい、うわーやっぱ弱いとこから狙ってくるこのいやらしい敵。あでもちょっとあれやな、魔法力上がったな、ネス滅エンジンの効果上がってますね。正規で勝つだ。ちょっと今日はもうレベル上げと準備みたいな感じになっちゃいそうですけども、スーファミ安定してきましたね、ぬくもってきて。こんばんはいらっしゃい、オブエーさんありがとうございます。こいつらもなんか持ってるんかな、とにかく盗めそうなもん、うぅ盗めそうなもんは全部盗む。1円でも多く稼いで準備しないとまずいですからね。リシュ硬いなあこいつ、使えますよね。
そう、暖かくなるとスーハミ安定するんです。今日のオープニング見てもらえればわかるんですけど、めっちゃ画面がこうブワーってブレるんですけどね。リクさんいらっしゃい、こんばんは。ありがとうございます。これはもうどうしようもないですね。スーファミの特性というか、まあ消耗品のパーツさえ変えれば元には戻りそうなんですけど、中開けて。あ、カーネギーさん、いらっしゃい、こんばんは。ありがとうございます。あれですね、ちょっとコテハンが消えてましたね。すんません。あれですよね、たまにコメントしてくれてはったんですけど、コメビューでしか見てないんで、ID 出してくれてはる人もわからないんですよね。コメビューには反映されないんで。すんません、付け直してありがとうございます。まあ、今、棒読みはつけてないんですけど、コメビューは見てますね。新兵が全然出てこんな。場所が悪いんか。ファミコンならあっていい状態。スーファミならパチモンみたいなのない？パチモンっていうのは、あれですかね、互換機ってことですかね。スーファミの互換機も一応あるにはありますね。あ、止まりそう。大丈夫かな。ああ、そうなんですか。ここで米びとクソゲーしか見てないから気をつけて。いや、これ神ゲーですよ。やってる本人すごい楽しんでますから。なかなかないですよ、こんな楽しめるゲーム。まあ、互換機もありますけど、スーファミの替えも何台かまだあるんで、2、3台あるんで、まあ、限界来たら変えましょう。そしてまたパーツを変える動画を撮る。無限ループですよ。パラダイスの無限ループ。やっぱりね、もう今のネット社会、偉大なる先人たちがいろいろやってくれてるんで、それを見てやれば割と簡単にできますからね。パーツ交換であったり、そのなんでこの画面のブレというか、にじみが生じるんかという、そのメカニズムもちゃんと解明してくれてる人がいるんで、すごい便利な世の中になりましたよね。まあでもこのスーファミも僕子供の頃から使ってるやつやからな、かなり総プレイ時間で言うたらとんでもないことになりそうですよね。プレステの偽物でポリステーションってプレステそっくりでディスク入れると、ああ、ありますね。ありますあります。丸い蓋開けたらカセット挿す、穴あるやつでしょう。スマブラ海外勢は日本に来ると GC コン買い占めていく話を思い出した。あー、確かにね、ゲームキューブコントローラーは割と高いですよね、未だに。これ天外魔境です。いらっしゃい、30個目さん、ありがとうございます。魔境を探す旅も終わり、今は仙人になるための登竜門を登ろうとしているところ。キューブも64もコントローラーは高い。うん、そうですね。だから今じゃハードよりコントローラーの方が値上がりしてるみたいな逆転現象も起こってますよね。そうそう、蓋開けてカセット差し込むやつ。別色版本体も買い漁っていく。
僕ね、あれですよ。64はね、非売品の金ピカゴールドコントローラーありますよ。多分あれもほぼサラピンやな。100円で売ってたんで買いましたけど。箱付きで。魔境の住人。一撃決まったと思ったね。てか新兵全然出てこんな。生がなんかこうネスには手出すなよみたいなこと言うてるんかな。あいつ余計なことしやがって。ああ、ブラウン管テレビもストックしている。液晶とブラウン管でもほんまにこう分からんぐらいですけど、ラグがあるとかって言いますもんね。まあ今日はまったり行きましょう。もっと南の方行った方がいいかな。一回寝てから南行くか。ただ、あれやな。まだ MP あるな。他で議論になってたけど、レトロゲームはどっからレトロゲームだってなって、ああ、まあそれよう言いますよね。よく議論になる話。レトロゲー。まあ僕はやっぱり、ロムカートリッジぐらいまでかな。まあでも PS もちょっとレトロゲーでタグつけちゃってますけど、どうなんでしょうかね。まあ、PS2 はまだ新しいっていう感覚あるんですけど、ガス以外は PS2 で止まってる。どうなんですかね。まあ、中には PS サターンぐらいの世代まではもうレトロゲーム。てか、まあ、新品が買えなくなったらもうその範疇に入るという人もいるでしょうけど、まあ、人それぞれですよね。まあ、僕もどっちかというとそっち派かな。3D がカクカクしてないモデリングになってないのがレトロゲーム。ローポリゴンですね。スターフォックスみたいなポリゴン。新幹線ゲームまで？新幹線ゲーム？なってるの、モデリングにな、3D がカクカクしてないモデリングになっているのがレトロゲーム。まあ、たまに PS2 でレトロゲータグつけてやってる人もいてますけど、まあほんま人それぞれですよね。PS2、PS2 ってでもどれぐらいでしたっけ？ 2000 年ぐらいかな？もっと前か。何年ぐらいですかね、PS2 って。PS3 が2000、8年とか9年とかちゃいましたっけ？ 10 円ゲームを知らない世代。ゲーセンにあった、あれなんですかね。若干世代に、あれがあるかもしれないですね。僕もまあ、スーファミど真ん中世代かな。スーファミ、PS ど真ん中世代ぐらいな感じなんで、
まあ、上に兄弟がおったんで、その遊んでたゲームとかの世代が若干こう高めなんですよね、年齢層的に。初代プレステとサタンはレトロ。もっとこっちの方かな。新兵どの辺で出てきてましたっけ。あいつら鉄の剣落とすんで美味しいんですよね。あいつらと、あ、来た来た。近代的か田舎で決まる。2ドット時代、2D ドット時代は明らかに前時代。そうそう。だからもう PS2 ですらやったことないっていう世代が今いてますよね、多分。そういう人からしたらもう PS2 ですらもレトロゲー扱いになってもおかしくはないかな。まあめっちゃ画質いいですけどね、 PS2 でもびっくりするぐらい。PS 買った時メモリーカードの存在知らなくて、初代プレステ実践は悲しい記憶。まあメモリーカードもすげえ革新的なあれでしたよね。そのプレステが出る前に散々テレビで特番とか CM みたいなやりまくってて、でもただのポリゴンがこううにょうにょ動いてるだけの映像なんですけど、これがプレイステーションですみたいな超ドヤ顔でなんか CM 売ってましたよね、あれで。セーブデータはこのメモリーカードに、今まではカセットごと持っていかんなあかんだけど、このカードさえあれば友達のうちでもセーブデータを読み取ることができますみたいな。2D、3D、オープンワールドをはじめとした、ロード目なしのフル 3D って感じ。あー、確かにシームレスですよね。シームレス。前僕があのパラダイスワークでやった、ローグギャラクシーとか、あの辺とかは結構シームレスに近い感じやな。まあエリア間のロードは入りましたけど、戦闘に入るとき、とかもシームレスで。そうそうそう、兄弟間でセーブデータ消した時の問題。あとは兄貴が借りてきたドラクエのセーブデータを消してしまった時の恐怖で。これ絶対しばき回されるみたいな、やばい。しばかれる。人のもんはあかん。でも対処法がない、なかったですからね。それも小学生なんて、カバンなんて持ってんから、もうポケットに入れてガッチャンガッチャン、やりまくって。消してもうて土下座したのに、その頭踏んだ兄貴、持って動くだけで。あ、37コムさんいらっしゃい、こんばんは、ありがとうございます。長寮さんいらっしゃい、こんばんは、ありがとうございます。体感型路線は時代ごとにあらゆるゲームメーカーが挑戦してはこけてる。うん、でもまあ体感ゲームもその、そうですね、挑戦的な姿勢はすごい僕は好きなんですけどね。体感シミュレーション、持って動くだけでセーブデータ消えるからカセット貸すのが嫌やった。そう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 。あとは夫婦すんな、夫婦したらデータ消えるみたいな説なかったですか。一回兄貴からグランスライム借りたまま、ドラクエモンスターズの
グランスライム借りたままドラクエモンスターズ出た。いや、ほんまね、データ消失だけは避けることはできなかったですからね。豆潜入は強くなった。でも鉄の剣全然落とさんな。新兵長しか落とさんのかな、もしかして。一応盗むも使ってるんですけど、木場コウモリ。GD 設定破綻？ GD 設定は破綻してないですよ。僕はボイチェンでおっさんの声出してるだけですから。あれ？あ、これはあれか。違うな。山小屋やな。函谷関、か、過酷関。過酷関の山小屋。ウキューのイベントもやりたいんですよね、これ。美少女ですね、実は。隠してましたけど。ものすごいドスケベな格好して今やってますよ、このゲーム。そういや、そろそろハロウィンですね。ドスケベ JD が街に溢れる最高の季節ですよ。また新宿が壊れる。もはやハロウィン関係ないコスプレしてるやつとかいっぱいおるしな。ドスケベな格好してやるゲームが地形油田。いやー、でもやっぱおもろいですよ、式英雄伝。獣の牙か。獣の牙もう大したことないねんな。まあでもちょっと売りに行ってもいいか。ジョー。股間が何毒になっちゃう。毒じゃないですね、その字。見たこともない。毒なんかな。早く飛燕の18禁止。飛燕の薄い本。絶対あれ、超ウトできてますよね。梅毒みたいなもん。ローアイ。ローアイってあれか。あいつですか？キングダムに出てきたやつかな。聖のオカンと反乱を起こしたみたいな。ですよね。一物がすごすぎて、聖のオカンに寵愛される。
545か。ちょっとこの辺の敵とも、あれですね、経験値得られへんようになってきてるな。新兵が出てこん、新兵が。もっとガンガン鉄の剣拾えれば、お金も一気に貯まって、ウキウのイベント、あ、しまった、 MP がもうない。これ倒せんぞ。入れ替えるか。プレステ4なら辞典一冊くらいの文字使ってもゲーム容量大丈夫。というかもう無限でしょ、言うても。無限に増やせるんちゃいます？ブルーレイディスク。それでもやっぱりその容量問題ってあるんかな、今のゲームでも。単純にそのロードが長くなるとか、そういうことを抜きに考えたら無限になんかいけそうですけどね。まあ無限ってことはないけど、よほどのことない限り容量が足りんってことはなさそうですよね。うわ、痛いな。あかん、やっぱりこれペラペラすぎる。装甲がやばい。リシュと、モート、東京。逃げろ。逃げきれない。ドラクエ3なんて容量が足りなくて、オープニング入れられなかったなんていう話は、有名ですよね。ってなってるだけですかね。ドラクエ3のオープニング、ギリギリ耐えたな。PC のフォールアウトいろいろモッド入れたら100ギガ超えてた。これでネスの機構を使って豆仙人で、豆仙人でモート、よし。そうそう、ほんであれですよね、あそこ鳥羽にもまだ入れへんねんな。このリシュ使えば飛ば入れると思ったんですけど、やっぱ無理なんですよね。東京でも無理やったしな。やっぱあの力士やったら入れるんですかね。ここ古物屋どこにあんねやろ。なかったんやったっけな。金策ができひんやっけ。ていうかあれか、普通にこの辺に立ってるやつに、あ、こいつや。もうこの辺も全部打ってもええんやんけどな。絹の服打っちゃいましょうか。まだ早いな。ほんまのいざという時のために。取っとこ。獣の牙21個、1200、1500なら考えよう。お客さんにはかなわないな。それでもまだ3000か。ちょっと4000以上貯まったら一回ウキュウ買いに行きましょうか。ウキュウを、水晶釣り上げていきますよ、ガンガン。これでもちょっとあれやな。青水晶、ボロ毛皮。
いや、止まらんでいいか。無駄やな。ちょっと MP 使っちゃってますけど。40円を無駄にしていくわけにはいかない。雑魚敵で簡単に全滅してしまうのがこのゲームの恐ろしさですよね。ちょっともうとうやばい。滅エンジン。てか、応仁とかやっとった方が良かったかな。全体魔法使えるやつが少なすぎるんですよね。メインキャラが抜けちゃうと。リンは、蝶の国の政治家になっちゃったんで、もうおらんしな。ケイカも、その、修行をまた一人でやりたいと言って、縁の国へと帰りました。割と硬いな。硬いっていうか、回避率が高いんかな。飛燕はね、あの、蝶打っておったじゃないですか。謎の、こいつ怪しいなとか僕が言ってた、蝶打っていうあの、おっさん剣士。あいつがなんと飛燕の父親の仇やったんですよ。で、それに気づいた飛燕がね、父の仇とかっていきなり切りつけたんですけど、まあ、わけあってどうしようもなく、その正々堂々と決闘して、まあ飛燕の親父を切ったらしいんですけどね、蝶羽は。でもそれに納得いかんとかって言って飛燕が走ってどっか行っちゃったんですよ。で、蝶羽は心配やから追いかけていくとか言って言って、あいつら二人なんかイチャついてるんですよ、多分今頃。いや、でもその代わり入れたのがこの東京ですよ。もう性を大人の男にするべく東京を買いましたから、1800円ぐらい出して早速宿屋にも泊まってますんで。まあ飛燕ちょっと強すぎましたからね、あいつバランス崩れるほどの。これが東京、女剣士東京です。いやー、鉄の剣落とさんな。トウタク、トウタクの塔ですね。盗むの成功率が低すぎるねんな、このゲーム。モートを使う意味があんまりないですよね。しかも MP5 もかかって、最大 MP20 しかないんで、使いづらくてしょうがない。1460。かつでも全回復できるな。昼は女剣士、夜は剣の鞘。うまいこと言いますね。その鞘に宝剣を収めないとダメなんで。入りきるかな。JD にそんなこと言わせないでくださいよ。この
ドスケベ親父たちから身を守るためのボイチェンを使ったおっさんの声ですから。はよ裸になれ。こういうね、ドスケベ親父たちが来ちゃうんで怖いでしょ。一歩歩いてエンカウント。新兵と戦いたいのにな。分かってないですよねこいつら。こんな獣の牙しか落とさんようなやつら、何の1円の価値もね。あ、それかあれかな、あの飛ばでなんかアイテム使ったらあれ賭けできるようになるんかな、あの鬼の紋章みたいに。そういやアイテム何にも使ったことなかったしね。いや、使ったような気するな。でもあそこどうやったらギャンブルできるんですかね。ギャンブルさえできれば金稼ぎ一気に楽になりそうなんですけど。盗めない。熱エンジンが。ちょっと一旦楽園まで帰るか。うわ、これすらも撃てへん。ラクヨはまだ焼かれてないですね。大丈夫ですよ。ピンピンしてますよ。ででって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 。ラクヨなど焼き払ってしまえ。トータク包囲網。そうですね、この時代からまだまだ先。とんでもなく、とんでもなく未来の話。日本がまだ縄文から弥生へと移り変わろうとしてるぐらいの時。サガ風の BGM を聴きながら、こっちで会ってたっけな。あ、間違った、騙された。いやー、隠密便利やな。3つ入れたやつ天才ですよ、ほんまに。
なぜそれをネスにつけなかったのか。まあこれ龍門用なんでしょうけどね、きっと龍門用にネスには隠密をつけるべきではないと大人の会議で決まったんでしょう、当時の。そんなもんお前龍門で隠密で簡単に抜かれたら意味ないやろみたいな強い圧力を受けたんでしょうね。宇宙で4400円やったかな、高いんですよねあいつ。レベル40ぐらいなんで、まあほんまはあれっぽいんですけどね、あのこのイベント終わったぐらいで宇宙雇うんかな、龍門のイベント終わった後。あ、間違えた。これで、え、触覚だってレベル29、合力。こいつでもなんかこう、あの賭場に入れそうですよね、忍者なんで。しかもこいつはなんか全体魔法を打てそうやしな。これ宇宙、あ、4000円か、頑張った足りますね。こいつ雇うか。完備も4000円。まあでも、あ、やっぱりこいつ気力が高いから何かしら術は使えそうですよね。まあでも宇宙にしとくか。その前に賭場に入れるかどうか。ティッシュもらっとこう。ティッシュをどうぞ。獅子、あっちへ行け。何も起こらない。これは失礼しました。やったぜ、割り筆入れた。ここで札を買ってから地下へ行ってくれ。札は100均で1枚だよ。何枚買うかね。うわー、どうしよう。10枚ぐらいにしとくか。スタンプ帳知らないね。10枚で1000金になるよ。よろしいですか。ありがとよ。スタンプ帳知らないね。これか、もっと早めに気づくべきやったな。失敗した、バレたか。なかなか用心深い人だ。そのコメント来るまでスタンプ帳の存在忘れてたことは内緒ですね。じゃあ始めるぜ、席についてくれ。最近はお上もうるさくなったね。今日はついてるぜ。うわ、できますよ。ヒロ君、福さん、マサヤン、ネス。冷やかしなら帰んな。3枚掛けするか。
単純なこれ。ナムさん。あ、まだ2回ですか。6。あ、単純な合計ですね。合計の多い方が勝ち。残酷。65個目さんいらっしゃい。うわ、66とか。せこない？せこせこ。こういうの大概ね、連打したらええの出るとか。出ない。あっという間に1000円が溶けていく。連打連打。おらおらおら。ほら今6出た。クソ、でも負けてるやん、もうすでに。いや、こんな勝てるんか。出る気がしないんですけど、これバン、やったぜ、バンバン。111のゾロ目で最強とかないんかな。うわー、しまった。お、低レベルの争いしてる。うわー、強い。お客さん、もう持ち札がないみたいだね、それじゃ。とっとと出て行ってくれ。くそ。一瞬にしてこんな。苦労して貯めた1000円が欲しかってないから騙された。失敗したな。普通に古物屋で道具売ってウキウキ買ったらよかった。売れるもんがないですよ。2つ売るか。1200でどうだ。お客さんにはかなわないな。やった、割と高値で売れた。博打と女には気をつけな。あとは獣の牙全部で600。900でどうだ。よし、足りた足りた。これでちょっと簡単まで行きましょうか。蝶の都簡単。簡単へは大量を通っていったらいいんやったかな。ただでもそこまで行ってイベント発生するかどうかもまだ謎なんですけどね。どっかに書いてたはず。簡単南西に太陽が2つ出ている村が、北に行けば簡単があるよ。簡単だよとかいうめっちゃしょうもないテキスト考えたやつがおるんですよね、このゲームの制作者に。よし、ウキュウ野党簡単するわ。しょうもなくないですよ。面白いですよ、このゲーム。わ、
何、九長月って読むんかな、特技レベルも41とかなり頼もしい武器こいつなんですけどね、多分後で困ることになるぜ。メンバーガタガタ、ネロさんいらっしゃい、こんばんは、ありがとうございます。あのみんなそれぞれ自分の目的のためにあのパーティー抜けていっちゃったんですよね。でネスは仙人になるために流門に入るんですけど、まあ流門ちょっときつすぎるんで、しばらくはレベル上げとお金貯め、あとはその取り逃してそうなサブイベっぽいもんを消化していこうかなという感じですね。もうひたすら隠密で歩きましょう。ん？こっちか。ヒエンちゃん抜けたんですよ。あの趙雨がヒエンの親父の仇やって分かったんで、私分からないとかって言ってパーって走っていっちゃったんです。何も言わずに。でその飛燕を趙雨がまた追っかけて、趙雨もパーティーから抜け、であの魔法使いやったリン、論客やったリンですね、リンは趙の大臣になるために趙の国へ。でケイカも修行のために一度縁の国へ帰ると言ってパーティーから抜けた。で残ったのはセイと豆仙人やったんですけど、セイも神王が亡くなったということで神の国に帰っちゃいました。セイも超だけ抜けろや。であの最強であった伝説の剣ダマスカスの剣もセイが持って帰りましたね。あの大パーツと言われているダマスカスの剣、新しい可愛い子ちゃんは買いましたよ。東京は性をね、大人の男にするべく買いましたよ。東京は1800円ぐらい出して、何よりも貴重な、このゲームでは何よりも貴重な金なんですけどね。大量こっちから行くんやったかな、円の都経域、ここじゃないな、ここは猛将君の家。まあせめてネスがあの青龍の鎧、青龍の鎧を装備できるようになるぐらいまでちょっと鍛えたいかなと。隠密がない状態で登竜門を登りきらんとあかんので、一人で、ネス一人で。このゲーム子供の時いろいろと耐えられなくなって投げた。まさに僕と同じですね。74個目さんいらっしゃい、こんばんは、ありがとうございます。僕はこの登竜門があまりにもきつすぎて、放置してる間にセーブデータ消えてもうやる気なくしちゃったんですよね。
パズルがむずいですよね。あのルービックキューブパズル。モペーモペー、あの最初のあのなんて言ったらいいんかな、揺さぶりというか、まず最初の試練、本編始まる前にあるあのクソむずいパズル、セーブすることすら許されないですからね。こんなやつら相手に戦う必要ないの。2の経験値。さっきのが大量ですよね。あれ簡単、これが簡単か。簡単の南西。いや、あとはクイズ仙人のあのクイズも全部調べたかったんですけどね。後でいけるようになるかな。ついでに道具屋も調べとこう。安くて玉炭とか売ってるかもしれん。カッタンはちゃうよな。カッタンはこれベホイミぐらいですよね。多分玉炭 MP 回復やったはず。簡単の男性、あったあった。この村なんと太陽が2つ出ていると。てかクソ強い敵出てきた、どうしよう。セーブしましたよね、一応落葉出るときに。大丈夫かな。困った困った、夜が来ないんだ。せっかくなんで頑張ってエンディング一緒に見ましょう。このゲーム、子供の頃の忘れ物を取りに。誰かなんとかしてくれんかの。ここでウキュウの登場ですよ、きっと。弓の名手さえいればなんとかなるかもっていう話やったんでね。暑くて暑くて作物がみんな枯れてしまうよ。遥か昔のことじゃ、ゲイという弓の名人が太陽を撃ち落としたという話を聞いたことがある。今の世にゲイに匹敵する弓の名人はおらんかの。中華十級の一人、このウキュウが。あれ違うんかこれ。そんな4000円も出してこいつ雇ったのに。悲しみの玉。これまさか何にもないとか、まあ、まだ行くべきところじゃないんかな。とりあえずでも一回勝ったら
あれですもんね。別れるまでは雇い続けられるんで、まあいいか。ちょっと戻ってレベル上げ続きやろう。でも RPG としてほんま作りはしっかりしてますよね、このゲーム。まあいろいろと理不尽な側面はありますけど、難易度も高いし、音楽めっちゃいいですよね、BGM。仙人になるために、というかもうこのゲームクリアしたら仙人になれる気しかしないですよ。神ゲー仙人に神ゲー仙人になれる気しかしない。さあ、これで秦の都へ戻ってきました。秦国ですね。まあでもこの3人やとまともには戦えるかな。157、まあ会心の一撃か。通常であのダメージやったらかなりでかいですけど。てかリシュって毒受けへんのかな。今まで一回も食らってないですよね。酒のおかげで毒が効かんのか。おお、HP 使ってんのかなあれ、特技。今なんか MP 減ってないですよね。あ、HP 使ってるな。HP40 で、この、弓張り月。なんて読むかわからないですけど。あれが全体攻撃やったらかなり美味しいねんけどな。とにかく全体魔法の使い手がいないんで、必要体力20。あ、20でいけるんか。うわっ、これは強い。これレベル上げ一気に楽になりましたよ。よし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 、ウキウ勝ってよかった。4000円もしましたけど、あ、止まりそう。十分その価値はありましたね。ちょっと待つか。
また回線の調子というか OBS の調子が悪いですね。何が原因してあれなんかな。っていうか今0時になった瞬間に止まりそうになりましたけど、 NLE とのあれなんかな、併用が問題になってるんですかね。とにかく新兵を倒しまくること、まあ経験値はもらえないですけど、ほとんどアイテムドロップを目指して。めったにでも落とさんな。これマジで便利。しかも魔法のエフェクトがないんで、すぐに全体にダメージ与えられるのがいいですね。時間短縮にもなる。別エンジンやったらこの火がクルクルしてる時間が無駄なんで、一発一発は大したことなくても100発撃ったら結構なタイムロスになりますもんね。銀タン。っていうかレベルが全然上がらんな。獣の牙でいいんで落としてほしい。525か、大して美味しくないですね、あいつと戦うの。ちょっと右星人のところで残り なんぼでレベル上がるか確かめ、これか。お参りをする。1万3000とか。これもうこのレベルでいけってことですね。装備できるようになってるんかな。まだ無理やな。急激に眠たなってきました。いやでもあの博打もったいなかったな。1000円も無駄にしもた。
ここで鉄の剣を落としてくれたらいいんですけど。落とさんな。やっぱ新兵長しか持ってないんかな。新兵長しか。でも今のグループ10回ぐらい倒したらもうレベル上がるか。生のおじやぞ言うたらこんなん散りそうですけどね。新兵なんて信用されへんから。後の真の始皇帝である聖はこのネスの妹の子供、まあでもこの高エンカウントのおかげでレベル上げが割と楽やな。それだけはいい点ですね。それだけはってことはないな。このエンカウント率の高さのメリットとしてレベルが上げやすい。やっぱりリシュドックらわんな。78個目さんいらっしゃい、こんばんは。今日も神ゲーやってます。サガットステージの体勢になった瞬間から急激な眠気に襲われてますね。ちょっとやっぱ寒くなってきて、風呂上がってこう体温が落ち着いてくると一気に眠気が来る。太陽が2つ出ている村にこの弓の名手ウキュウを連れて行ったけど何にもならなかったです。てかもうちょっと調べたらよかったかな。全員戦闘ウキュウにした状態で全員と話したらよかったか。探索不足でしたね。まあでもレベル差を見る限りまだウキュウ雇うような進行具合でもなさそうなんですけど、闇ガラスが強い。まあでもあの全体攻撃が使えるのはかなり美味しいな。
登竜門はネスの一人旅ですけど、2時間ぐらい前にがっつり寝る薬飲んだけど寝れない。やっぱ結構いてはるんですね、その寝れないとか睡眠。めっちゃ熱い風呂とか入ったらどうです？それでもあかんかな。おうちゃんやるしかない。そうですよ、僕の放送聞いたら多分寝れるはずですよ。退屈で退屈になってきて寝れますよ、僕の放送見てたら。たまにピロリンピロリン鳴らしてみんな起こしますけど、一年中大やすりだよ。体が疲れてないとか脳だけがやっぱり起きてるとかなんですかね、そういう寝れない人って。僕ブラックコーヒーとかもうガブガブ飲んでますけど、寝れんってことはないな。しかも長く寝る必要もあんまりないタイプですね。割と睡眠時間短くても大丈夫かな。普通の人が飲んだ2日を切れない。なんかその心配事とかでもあるんですかね。おうちゃんやったらほんまにね、寝れるんですよ。この前このゲームやってても僕一瞬寝ましたからね。天地人天地人って言い続けてたら、はっと気づいた。あれしかもめっちゃ字細かかったから余計に楽な体勢になってやってて、油断してたらあれあのまま寝てましたね天地人天地人天地人。こうコントローラーいじらず画面だけ見てこうやって指差しながら天地人天地人ってやってたらふわっとなりました。ふわっとそうそう桃鉄の話でもあれ後で見たら割とあのちゃんと話の辻褄は合ってましたね。なんであの桃鉄の話したんかっていう、画面外に端まで入ってなかったから、あの桃鉄の虫眼鏡が欲しいって言ってたんですよ多分寝ながら。天地人のあの端っこが見えてなかったんでまだ大丈夫やな。まあ、おうちゃんのお絵かきロジックやってた時はもう完全に寝ぼけて寝言言ってましたね。
そろそろレベル上がってもいい頃合い。でもいつかほんまこう寝言で言ったらあかんこと言ってまいそうで怖いねんな。どれぐらいでレベルが上がるか見に行くか。いやでもレスキューヘリエアレンジャーもまああとおまけやるかどうかわかんないですけど、また次のゲーム考えなあかんな。あの枠、おあと一発ぐらいでレベル上がりますね。あと2発。ちょっと宿代ケチろ。MP がもうないか。110やったら、ちょうど2000ぐらいできますね。あれ？あ、これか。25分も待ってます。いや、1800でどうだ。やったぜ。なんかこれ商人との親密度でもあるんかな。結構大胆に値段交渉してもなんか受け入れてくれるようになってきましたね。前やったら話になんねえなみたいな感じであしらわれてましたけど、闇ガラスが出てきてくれた方が嬉しかった。別エンジン。でもウキュウいてくれるおかげであれか、 MP 尽きてもなんとか戦えそうですよね。あー毒、そろそろ眠いですね。さっきこうサガットステージの対戦だった瞬間からちょっと眠いですね。このメンツで滅エンジンもったいない気するな。レベルが上がった。腕力が5上がった。よし、これで青龍の鎧装備できるやろ。きっとまだ無理かな。うわ、金剛魂ですらまだ無理。これ行った方がいいかな。闘竜もまだ無理っぽいですよね。レベルが上がったことによって MP 全回復。
だんだんとこの辺の敵もビビり始めてきましたね。鬼エンカウントじゃなくなってきた。それがちゃんとこっちの強さに応じてなってるのか、たまたま敵が出てこんかっただけか分からんけど、あーちょっとやばい。大丈夫、いやでもあの豆仙人の回復タンクっぷりいいなぁ。 MP カンストしそうですよね、あいつ仙人だけあって。ギア見に行くか。間違えた。泊まりに行ってもう一回チャレンジしてみるか。今から行ったら中途半端になるかな、時間的に。85個目さんいらっしゃい。おはようございます。今お目覚めですか。でも今から登竜門登ったらやばいことになりそうやな。今日はもう徹底してレベル上げるか。
まあ、獣の牙だけでだいぶ稼げたかな。あ、間違えた。交渉する間もなく売ってもうた。もったいないことした。当店の武器は切れすぎないよう注意して作ってます。うわ、金剛杖装備できるやん。陰鉄の剣、これ買えということですね。8000円も出してダマスカスの剣ないから。でもここあれですね、やっぱ新ページは出てこないですね。もうちょい期待かな。無理か。経験値が美味しいんで何匹でも出てきてほしい。兵長が出てこんだ。兵長が、これ省エネのために爆炎やったらダメージ足りんかな。いけますね。新兵ぐらいのレベルやったら。十分一旦で倒せますね。
じゃあ。これ我慢してお金貯めて、あの装備品買うか、そのお金分玉炭買うか、どっちがいいやろうな。であの登竜門ボス出てきそうなんですよね。寝るな、寝たらあかん。ボスこのネス一人でボス戦やらなあかんっぽいんですよね。鉄の剣4本落としましたよ、今。やったやった。これでかいですよ。ちょっと早速売りに行こう。なんで今隠密使ってもうてんやろ。もうでもほんま眠いですね。油断したらというか、もう目つぶって寝れますよ。眠たくてあくびが出るほど面白い。これが地獄の子守歌ですからね。まだ地獄の一丁目にすら到達してないですけど。尿道に爪楊枝？さすがにそこまで上級プレイはできないですね。今一瞬鉄の剣ドロップで目覚めましたけど、また急にすぐ眠たなってくる。この神ゲーも一気にもう10時間ぐらいぶっ通してやりたいねんけどな。あ、やばい、滅エンジンが。まあいいか、爆炎で対応できるな。これでお金も、わあ、鉄の剣3個。これ四季英雄伝の神が僕にまだ寝るなと言うてますね。めっちゃお金持ちになりますよこれ。寝たら仕事。ほんまそうですね。一気にもう7本売ったるか。うわぁ、全部で 12,600 円。これ吹っかけるか。18,000 でどうだ。あ、お客さんにはかなわないな、その値段でいいよ。うわ、7個18,000で売るか。ちょうど手持ち2万円になりますよ。やったぜ。これで、でもあの、剣買うのもったいないかな。応仁買いに行きましょうか、応仁。無駄かな。触覚。雇いに行くの。無駄遣いになりますかね。
8000円でこの陰鉄の剣。まあでもネス装備専用になっても誰かが装備できるかな、仲間また戻ってきたら。耳の穴がめっちゃかゆい。金剛杖1本持ってたんやったっけな、そういや。豆仙人がね、装備してたんですよ、確か。あ、金剛金か。金剛杖ですね。これでも豆仙人と離れるかもしれんから、一回外しとくか。もったいないですよね、持ち逃げされたら。てかほぼ戦闘に使うようなことないんで、これ樫の杖でも装備させとこう。キーファ事件。でも僕、種使わない派なんで、キーファに対してそんなにあれなんですよね。恨みないんですよね。まあ、装備品持っていかれたぐらいで。でも、子供の頃、その装備品を剥がすとかっていう概念もなかったから、全く気にならなかったですけどね。結局、今回のドラクエも、ドラクエ11も、一個も種使うことなく、終わらしてもうたな。最後の最後に一気に種使って、レベル上がりづらくなってから種つこたろうと思ってたんですけどね、結局最後まで使わんかったな。何の断りもなく。でもそう言われてみたらそうなんですよね。でもその当時は僕、全く何の、何の違和感もなく、そういう系の RPG で装備品持っていかれても、何とも思ってなかったですね。陰鉄の剣買うか。250しか上がらないですけど。物理しか機関的とかも出てきそうやしな。登竜門でさらに鉄の剣売るか。205、鋼鉄の鎧はもう罰なんですね。鉄の鎧か。ほんまは防具から集めた方がいいんでしょうけど、今のままやと多分持てないですよね。ちょうど気力もゼロ。レベルはあとどれぐらいで上がるかな。でもやっぱり新兵美味しいですね、鉄の剣。あ、クルーズきますよこれ。もう寝ようかと言ってた時に。クルーズさんいらっしゃい。こんばんは。ドラクエやってます。これがネスです。これが豆仙人です。早く寝ろ。これ今、秦国にいるんですけどね。秦の始皇帝、セイはこのネスの甥っ子です。ほとばしるつくる衆、大会して寝ろ。配信綺麗。皆さん元気ですね。さすが、もっと声張れ。
カニタンマって聞きました。エンディングまで寝るんじゃない。みんなあれやな、クルーズ始まったばっかりやからめっちゃ元気ですね。今日めちゃくちゃ寝させたい。あーやだや、止まんの忘れた。いや僕もクルーズ乗ったらネロネロって書きますね、基本的に。3日間ネロって書いてますよ。特に夜にクルーズなんて乗ろうもんならネロ米ばっかりですよね。早く寝ろ。玉炭買うか。玉炭を大人買いしましょうか。あれも値段交渉できたらいいねんけどな、買うときも。クルーズ乗っててこのゲームこいつ毎回これやってんだみたいな覚えてくれてる人いてないですかね。常にクルーズ乗ってるような人こいつ毎回これがネスですとかって言ってるなみたいな。でもあれですよね、四季英雄伝のクルーズ率も割と高いですよね。っていうかもうクルーズ待ちしてる人がほとんどおらんのかな。確かに相撲やヘリに比べてクルーズ率高いですよね。これが豆仙人ですとか毎回言ってるような気するな。まあやる時間帯、でもやる時間帯もそんなにあれなんですかね。他と変わりないねんけどな。番組少ないし、でも放送中3171もありますよ、今。いつもやったら多分もっと少ないですよ。ケイカとヒエンがいなくなったから紹介のインパクトが弱まった。そうですね。せや、でもモートをもっとあれやな。キングダムおもろいでしょ。めっちゃおもろいですよね。今ほんま一番真面目に読んでるのキングダムぐらいなんですけど、おもろいんですよキングダム。陽炭話が可愛いですよね。とにかくほんま敵をね、憎たらしく描くのがうまいんですよね、あの人。日本に円が逃げてきた。秦国に追われてってことですか。まあよくあるあるな話ですよね、そういうの。義経もモンゴルに渡ってチンギスハンになったみたいな。大和朝廷前の大ナムジ勢力。まあ相当昔でも行き来はあったっぽいですけどね。でもようあんな木掘っただけみたいな船で海渡ってきたよなって感じしますよね。
あとアンゴルモアも読んでますよ僕。アンゴルモアも面白い。相当いい船作ってた。まあ、まだ三国志ぐらいの時代やったら作ってても不思議じゃないって思うけど、この時代まださらにもっと前ですもんね。400年、それより400年ぐらい前かな。三国志200年ぐらい前か。キールがないから。そうでしょう、右丘っていうね有名の名手買ったんですよ。120個目さんいらっしゃい、こんばんは。あの太陽が2つ出てる村に弓の名手連れて行ったらそれなんとかしてくれるんちゃうかみたいな村長が言うてて、この右丘買って連れて行ったんですけど何にもなかったです。ただこの全体攻撃をやってくれるんで、かなり古代中国の渡船技術なんて唐の時代まで海が荒れないように祈祷師乗せてたようなレベル。うん、そうですよね。ほんまに運よくたどり着くぐらいしか。そうそう、メインキャラにねほぼ逃げられたんで、もう今は触覚と豆仙人だけですよ。クルーズ来てなんかちょっと目覚めたな。陰州神官神隋唐、唐の時代。その後が宋、元、明とかですか？違ったかな？あ、ちゃうちゃう。紛争すぎて技術が失われた。まあそうそう、あのダマスカスの剣もロストテクノロジーみたいですね。もう今では製法がわからない。似たようなもんは作れるけど全く同じものは作れない。ラーの船みたいなのが似たようなダマスカスはある。うんうんうん。でもなんかそのなんていうんですかね、その真のダマスカス鋼みたいなのはわからないんですよね。そうそう、ダマスカス鋼、ダマクラカスって剣なら持ってる。作り方がわからない。夢ありますよね、そんな。歴史ロマンですよ。なんか今作れてるのは似たような文様を浮かび上がらせてるだけみたいなの聞いらしいですよね。宗教絡めないから哲学してて、絡めないで哲学してる。
まあ、三国志ぐらいの時代になると、なんかやたら宗教色強なってきますもんね。紅金属にしてもそうですし、長老の何でしたっけ、五島米道かなんかありましたよね。豆仙人が強くなった。豆がさらにぷっくりしてきました。これでもマジで MP カンストしてるんちゃうんかな。900ですよ MP。 豆仙人確実にこれパーティーメンバーから離れるな。あ、間違えた。まあ登竜門抜けるときには確実に分かれるんですけど、その後もうすぐ分かれそうですよね。牧師のところに残りそう。ストーリー的に楽しげな感じ。まあ、おもろいですよ。神ゲーですから。歴史ロマン。まあ、RPG としての難易度は割と高めですよね。ただ、まあ、まずこう金稼ぎが簡単じゃないっていうのが厳しいんですよ。金稼ぎが。波の RPG やったらね、こうやって敵と戦ってるだけで金がガンガン貯まるんですけど、落とし続アイテムを売るしかないという金儲けの方法が。あくびが止まらなくなるほど。でもほんまにクソやったらこんな続けられないですからね。めちゃめちゃやばそう。そしてダンジョン内は2歩歩いたら確実にエンカウントします。これ今フィールド内やからまだマシですけど。で、この隠密ね、これトヘロスなんですけど、トヘロス使ったらもうほぼ 一人 トヘロス使ったらね、ほぼエンカウントしないんですけど、まあ、これから登る登竜門はネス一人で行くことになるんで、隠密なしです。つまり2歩歩くごとにエンカウントしながら永久にダンジョンを抜けないといけない。そう、便利なんですよね。まあ、呪文が分かりやすいっていうのはこう神ゲーの条件です。これ予想して大体これなんやろ、何か何かっていうのが分かるは神ゲーの条件ですよね。この辺とかね。まあ、このカツカツ、この辺はもうホイミですよ。これベホイミ、これベホマですね。カンで、これキアリーです。説明書きある。そうそう。で、これ核がザメハルですね。これがザオリクです。これイオですね。これライデイン。これギガデイン。これがイオナズンです。カンはもう完璧に直すカンですよ。説明書きある。でもこの時代ってそんなにな、なかったですよね。ゲーム内ヘルプみたいなのも。もう大体説明書で全部解説してるっていう。そうそう、そっちの方面の缶。完全回復の缶です。
だってドラクエだって説明書きなんてないですもんね、ゲーム内には。せめて全開とか、そこまで行くと多分味気なくなるんですよ。なんか魔法って感じがせんだみたいな。ヘルプついてるから神ね、エンドの感かと思った。全開とかね、小開とか中開大開腹とか、そういう呪文の名前やとなんかもうただの記号とかして、なんか魔法っぽくないんですけど、爆エンジンとか滅エンジンとかね、雷方向とか、満金ターン。あ、でもそうやな、桃鉄はでも解説があったか。仙人が、だから鑑定。もう六角ってか、見るだけでもこう会心の一撃出るやろっていう感じするじゃないですか、六角とか。カンって知らないとドキドキする。ザキみたいな感じですか。ザキみたいな魔法は魔法であるんですよね。そうそう、六角、六角の術、桃伝ですね。六角は満金丹も六角、バトルを終わらしたら全滅してカン、ダダジジ。六角聖司は、あの人ですね。快感、そうそう、相棒の人、相棒またやるんですよね、楽しみ。で、これですよ、カンがベホマでしょ、これベホマラーですよ、これがベホマズンです。で、これがトヘロス。もうこの並びがもう、だってこう、神がかってますよね。この並びが。勝つ子、開子、勝つの子ですよ。ベホマラーってことですよ、これ。ホイミラーですね。ホイミラー、ベホマラー。ホイミラーなんてないですけどね。で、なんとこの神ゲー、アイテム売ってこう交渉して値段を釣り上げていくんですけど、町によっても買い取り値段が違う、時数制限がある。技の並び方がいいから、技の並び方いいでしょう、わかりやすいじゃないですか。あ、次はもうベホマやなと。あ、これはもう、うわ、46本もある。2700円。いや、46本も売るから3500でどうだ。お客さんにはかなわないな。うわ、もう完全に行商人とかしてますよ、これ。また玉炭買いに行こう。
でも僕子供の頃やってた時こんな金儲け絶対してなかったな。もうとにかくはあそこまで行ったら関与まで戻るのがめんどくさくて、なんとか逃げる連発でここのこの登竜門竜門抜けられへんかなと思って必死に何回もやってましたね。リセしては登り、逃げる選択しまくって、失敗してまたロード画面。このゲーム逃げても経験値は入ります。半分倒した時の半分経験値が入るんで、一番最初にねその艦の兵士に襲われるんですけど、もうクソ強いんですよね。絶対に戦ってはいけない。まず最初の戦闘逃げるを選択しないとこのゲーム詰みます。で命からがらその逃げ延びた先におる仙人にもうクソムズい回り道も経験のうちって感じる。そうそう、ロードは短いのがいいですよね。でその命からがら逃げ出した先におる仙人、仙人というかもうその陳先生っていうんですけど、陳先生のもとでクソムズいパズルやらされます。終わるまで出してくれません。でその間セーブなしです。オープニングからその命からがら逃げてパズルを解くまでセーブなしですね。逃げなきゃ詰む。そうそう、ただねでもロムカートリッジでもロードが長いゲームは存在するんですよ。まあ、それも神ゲーなんですけど、僕の大好きなブライ八玉の勇士伝説っていうねRPG、 それもクソロード長いんですよ。もうステータス画面開くの嫌になるぐらいロードが長い。ドラクエ11やってるとロードはかなり感じる。あ、止まりそう。大丈夫かな。まあ分かりやすいところで言うと、あ、そうそう、ブライは多分もともとは PC のゲームですね。それのスーファミ版、子供の頃も大好きで、それ何回もやってましたね。めっちゃおもろいんですよ。曲も BGM もいい。でパッケージがねセイントセイヤっぽくて、セイントセイヤ好きの僕にはたまらなかったんで、ちょっと調べたんですけど、車田正美じゃないんですよね、キャラデザ。なんやこれパチモンかと思ったら、なんとなんと最近調べたらあれなんですよ、アニメ版のセイントセイヤのデザインした人が書いてるんですよね、キャラクターデザイン。荒野の移植物でひどいなった覚えがある。ロード画面がですか。そうそう、キャラデザがね、そのアニメ版のセイントセイヤだから、アニメ版のクロスむちゃくちゃかっこいいじゃないですか。それはその人がデザインしたんですよ。だから漫画版は僕多分世代ちょっとずれてるような気するんですけど、アニメ版は幼稚園の頃めっちゃ好きでよく見てたんで、あっちの方がやっぱかっこいいし馴染みあるんですよね、クロスは。それがねすげえロード長いんですよ、ブライ八玉の勇士伝説で。その2をやりたいんですけど、
PC エンジンの CD ロムロム持ってないんでできないと。ソフトだけ買っとこうかなとか最近ちょっと思いましたけど、安いんであれ。八玉の勇士再びとか書いてあってめっちゃおもろそうなんですよね。ロムロもあるけど多分もう動かない。天の声。これが髪型になる時のテンション。いやでも四季英雄でもう髪毛語ってたでしょ。めっちゃおもろいんですよブライ。まあロード画面の長さで分かりやすいのはやっぱシムシティのあのマップとかですよね。あれもロムカートリッジやけどロード長いじゃないですか。ロードってロムって CD ロムか。いやあのスーファミですよ。スーファミのブライのロードがクソ長いんですよ。そうそう。で2は CD ロムロムでしか出てないんですよ。だからやりたくてもやれない。マジでね、また今度パラダイス枠とかやったらブライやりたいんですけど、一度ね、あの長いロード不安になってくる長さ。音は出てるけど画面がなかなか出てこんくて、これスーファミ壊れてるからとか一瞬思っちゃうんですよ。コブラはロード重すぎる。 あと5分ですか。まあ今日はもうこれで終わりましょう。十分レベル上げできたでしょうこれ。次回地獄の登竜門かな。 PC ゲーはテープ読み込みで10分とか。なんとか逃げ切った。264の経験値。あれを全部倒すと倍の経験値が入ります。さあ5分内にアイテム打ってお金作って宿屋泊まって今日は終わりましょう。鉄の剣もう一本打ってもいいかな。16本。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。クルーズで降りて見てくれた方なんですね。ありがとうございます。ほんまね、僕のおすすめ神 RPG プレゼンしたいな。ブライはね、でもほんまにやってもらいたいですね。というかまたいつかやり直したいな。
レストラン人聞きの悪い。よし、はい、というわけで、なんだかんだで結局この時間までやっちゃいましたけども、まあ次回登竜門目指して やっていきたいですね。さあ、それではニコニコ生放送とフレッシュレスファクトリーオブエを見に来てくれた方ありがとうございました。コメントして見てくれた方、ロムって見てくれた方ありがとうございました。あとアーカイブで降りて見てくれた方もありがとうございました。まあ、今日はこれで終わりたいと思います。それではお疲れ様でした。そしておやすみなさい。ほなまたね。